どうもネクラです。今回は今年のエトロルバーン一緒に見ていこう。次のエトがヘビなので、今回のエトロルバーンはヘビ柄です。毎年出ているエトロルバーンとブックマーク、こちらが通常版のエトロルバーンです。発売日が2024年11月2日からスミス大手森で先行発売で、このロルバーンとブックマークが買えるようになってて、11月9日から全国のデルフォニクススミスでの発売が開始されます。で、スミス大手森はキャッシュレス決済のみなので、現金で支払いができないので、そこだけ注意。一冊ずつ見ていこう。じゃじゃじゃーん。今年もおめでたい。え、もうそんな時期？そうだね。エトロルバーンの時期なんですね、もうすでに。で、今回カラーが可愛くて、白押しじゃない印刷のちょっとクリーム色っぽいロゴに、ヘビが金白押し、マットなゴールド白押しですね。反射しないマットな金白押しに、ピンクゴールドリング、茶色バンド。結構スミスっぽい仕上がりになってるんじゃないかと思います。権利表記が、デルフォニックス&スミスリミテッド、直営店限定なんですね。です。で、また正月が近くなると、ここに貼る年賀シールが出てくるかもです。裏面がこんな感じ。スネーク L のダークグリーン。税込み913円。今剥がせるからね、札。剥がせるうちに移動させときました。もう一冊。こっちが結構気に入ってる。ダイアリーでもすごく良かった。リングと表紙の組み合わせ。こちらも白押しじゃない黒いロルバーンロゴに、ヘビさんがグリーン白押し、キラキラの緑白押しです。え、キラキラかなこれ。マットかな？マットじゃないよね。キラキラかな？キラキラの緑白押しに、緑リングコンバンド。またメンテナンスロルバーンとかがあるんだったら、多めにこれ買っといて緑バンドに変えても可愛いね。緑バンドあったよね、多分。思い切って赤バンドとかも合いそう。権利表記が、デルフォニックス&スミスリミテッドでついてて、裏面がこんな感じ。スネーク L のホワイト。これもタグちょっとずらしておきます。OK。あとは、ブックマーク。パパパーっと見ていきましょう。こっちがダークグリーン。2色になってるんだね、ヘビさん。白押しで。ちょっとプラの上に白押しなので、あんまりね、白のノリが良くない子とかがいたので、よく選んだ方がいいかも。あと買った後も、プラをあんまり剃ったりしない方がいいかも。ダークグリーンと、裏面がこんな感じ。あとは、ホワイトは緑白押しになってます。私は保存用なので、これはこのまま大事に保存します。です。あと、限定で、エトロルバーンの色違いのミントが、ロルバーンとブックマークあるんだけど、それは、デルフォニックスウェブの福袋を買うとついてくるので、まあ、福袋の中身なんだけど、色違いのロルバーンもゲットしたい人は、ぜひぜひ今のうちに福袋チェックしてみてください。こんな感じかな？あ、そう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 。今、スミスデルフォニックスでロルバーンアクセサリーキャンペーンっていうのをやってて、ロルバーンとロルバーンのアクセサリーを何円分か購入すると、ロルバーンのマグネットブックマークがゲットできるので、ゲットしてきました。ブックマークは対象外って言われたので、下敷きを購入して、で、今の時期は、その、ノベルティとしてもらえるマグネットブックマークの柄が、モルトボーノのピザ柄なんだけど、アイスも残ってるから選べて、私は今回アイスを選んでゲットしてきました。これも保存用かな。今回の動画はこんな感じ。あっさりしてたかな。いかがだったでしょうか。ぜひぜひお正月前にこちらの干支柄ゲットしてみてください。次回の動画もチャンネル登録をしてお楽しみに。バイバイ。